こんにちは。皆さん、こんにちは。じゃあ、自己紹介から始めます。はい。NGT48 のデニス少女、みんなのハートに、ナイスショット。ありがとうございます。あなたの隣までアドバンテージ。小千谷市出身15歳、高校1年生の小宮まさらです。よろしくお願いします。ホルトになってる。入らなかった。ナイスショット、ありがとうございます。サービスエース、ふう、ありがとう、みんな。はい。今日はですね、今日の企画は、ドラン。お猿総選挙でーす。パチパチパチ。イエーイ。もう、イエイ。今回はですね、お猿総選挙やりたいと思います。まあ、とりあえず、これを後ろに貼って。OK。見えない?見えるか。OK。今日はお猿総選挙をやるんですけど、まずね、初めてお猿総選挙っていうものをね、見る方もいると思うので、お猿総選挙を、スーツケースの上にいっぱいいるんです。お猿総選挙の説明をします。はい。まず、お猿総選挙は、サラの大好きな、このお猿のぬいぐるみ。みんな同じ種類なんですけど、こういう、多い?本当だ。まあいいや。で、お猿の、この種類のお猿さんがいっぱいいるんですけど、その中から4匹、私が選んで、今エントリーをしました。まだ見せてないけど。まあどんなお猿さんが来るかはね、お楽しみにしててください。今から発表するんですけど。で、そして、ショールーム機能の投票のところから、皆さんに投票してもらって、1位を決めまーす。どれもありがとうございます。今日のお昼部門の4匹と、今日の夜部門の4匹をいるんですけど、もしかしたら自分の推しメンは、まあ、サラかも、サラだと信じてるんですけど、まあ、このね、お猿の推しメンが、いないかもしれないんですけど、まあ、その場合は違うお猿さんに一票あげてください。わかったかな?難しかったかな?オッケー。皆さん、そうですよね。わからない人もいると思うので、しっかり一人一人説明をしますので。オッケーですか?はい。まずね、エントリーするお猿さんを一匹ずつ紹介していこうと思います。エントリー表はこんな感じなんですけど、木、見えないな。ジロサちゃんはね、猫なんです。OK ですか?みんな、理解してたかな?ありがとう。サラちゃんいたく、いえ。さあ、お猿さん選挙久しぶりです。やったーママはいないですよ。総選挙にも。卵ありがとうございます。はい。まず、一つ目。キーちゃん、ドンタン、デコタン、マサルくんの4匹をエントリーさせました。このね、番号が投票の番号になるんですけど、また後で言いますね。おはようございます。ネギキッス?はい、ということで。一人一人ずつ、間違えた、一人ずつ紹介をしていきます。まず、エントリーナンバー1番。てぬん。キーちゃんでーす。はい。この子の紹介をさせていただ、あ、みんな見えない。このうさぎのかわいいキーちゃんなんですけど、前のね、前やった時のお猿総選挙の時は、1位を取ったこともある人気メンバーなんです。そう、うさぎに、これ、うさぎだと思うじゃないですか。でもね、取れるから、正真正銘のお猿さんなんです。でも、うさぎになりたくて、うさぎの着ぐるみを着ております。イエーイ!エントリーナンバー1番の、キーちゃん。
見えるキーちゃんです。あ、まずじゃあ一言お願いしてもいいですか。はい、みんなおはよう、キーちゃんだよ、よろしくお願いします。ぴょんぴょん、かわいいって言う聞いた、ありがとう、よろしく、イエイ。はい、ありがとうございます。あ、バラありがとうございます。あ、キーちゃんバラ来たよ、ありがとうございます。団子もありがとう、かわいいって言う人もありがとう。はい、ありがとうございます。まず一人目キーちゃんでした。続いて二匹目エントリーナンバー2番、ドゥ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 、ドンタンです。はい、ドンタンはですね、おでこになぜかマークがあるんです。はい、おでこにマークがあって、やんちゃな男の子でですね、もうねボソボソなんです、毛がもうボソボソなので、あの、私がお風呂を入れたいと思うので生まれ変わると思います、あと3日後ぐらいに。まあそんな情報は置いといて、はい、ドンタンがエントリーナンバー2。ちょっとブサイクだな、頑張れ頑張れ頑張れ、頑張って可愛くなろうよ、頑張れ可愛く、小顔ポーズ、こういう感じでやらせていただきます。じゃあドンタンより一言お願いします。はい、こんにちはーす、こんにちはーす、毛並みが僕のことを言っているのか、えいえいえい、来ました、ありがとう、ドンタンかわいい、あい、ありがとう。僕はね、毎日公園で遊んでいるんだよ。そしてね、転んじゃったからこんなに毛がボソボソなのさ。だからみんな僕のこと大好きでいてね、よろしく、よろしく、よろしく、ドンタンでした。はい、ありがとうございます。大きな拍手を。こんにちは、こんにちは。はい、お風呂に入ります。はい、続いてエントリーナンバー3の、ドゥン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 、ニョキ、はー、デコ、見えない、デコタンでーすよ。あ、まだですね。はい、デコタンはですね、おでこがめちゃめちゃ広いんです。おでこがめちゃめちゃ広いのでデコタンってつけました。あと、すごくすごく大切なお猿さんなんです。かわいい。あと一人だけではないか、お洋服を着ててね、ちょっとお坊ちゃんみたいな感じで、かわいい感じですね。はい、もう髪はもうこの子はもうカットしなくてもいいぐらい揃っております。あ、挨拶どうぞ。こんにちは、こんにちは。あ、そっちじゃない、こんにちは、こんにちは、デコタンです。はい、僕はですね、オーバーオールを着てるんで、まあ、みんなよりちょっと優秀なお猿さんかなと思うので、みんな投票してくれ、投票して、僕のこと好きでしょ、好きでしょ。じゃちょっとでかいのよね、ちょっとおでこポンって感じで。はい、エントリーナンバー3なんで、あ、3ができないということでね。はい、3なんで、3なんです。3なんです。あ、伝わりました。ありがとうございます。みんな大好きだよー。ありがとう。やっぱりキーちゃんやな。おー。もう、エントリーナンバー3です。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて最後のエントリーですね、エントリーナンバー4の、ドドンドンドドンドドンドンドン、あ、シュキ
マサルくんでーす。イエーイ。イエーイ。ありがとうございます。でね、マサルくんの特徴はですね、すごく大きいんですよ。ほら、デコタンと比べてもですね、すごい大きい。ほら、こっち。すごく大きくて、目がとてもクリクリで可愛いんですね。あとお顔が整っていて。はい。ボス。はい、マサルです。マサルくんです。すっごく可愛いんですよ。ね、最近はボーちゃんと仲良くてね。仲いいでーす。はい、ということで。でもですね、一番最近にこのお家に入ってきました。こんにちは。ハンサムなんですよ。シャキ。シャキ。ということで、一言もらってもいいですか。りょ。みんなおはようございます。おはようございます。おはようございます。これ映ってる？これ映ってんの？これ映ってんの？映ってんの？どうもみんなおはよう。僕の名札しかり。おはようということで、僕のこと、可愛いと思った人、よしであげてー。あげてよ。あ、おはよう。手あげて。かっこいい。ちょっと間違っちゃうな。あ、手あげてる。イエイエイエイ。僕がもう一足先にながらリードしちゃってるけど、リードしちゃってるよ。指長い。ありがとう。みんな褒めてくれて。手も大きい。もちろんハイタッチしようよ。あ、僕にはデコタンは。落ち込まないで。まさるくん。大丈夫、大丈夫、大丈夫。耳も、体も、顔も、目も、手も大きいのに、みんな、まさるくんのこと好きかな？返事待ちです。返事待ちです。みんな落ち込まないで。あ、手あげてるよ。ほら、ありがとう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 。ということで、あ、尺長い。尺長い。ということで、みんな、4番に投票してください。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。あ、人も下がってもらって。はい。ありがとうございます。すべてのエントリーの方がね、出揃いましたので、今からこのエントリー表をですね、皆さんに、あ、ちょっと 見やすいようにする。おいしょ。あ、司会の小宮まさらです。まあ、ぜひ、あ、小宮まさらに投票したいっていう方がね、もういっぱいいるかも。あ、いない。あ、いる？あ、いない？あ、いる？あ、ということでですね、今日はですね、ちゃんと皆さん、お猿さんに、あ、そうですね、このエントリー表となっております。どれがどの子にね、なるか、ちょっと覚えてない方はもう順番に。あ、いますね。ありがとう。小宮山さんの自己紹介お願いします。小宮山さらです。平成16年7月27日生まれ、A 型です。この子には投票はできないのですが、ぜひたくさんのおじゃるさんに投票してください。はい。覚えましたか？でもまあ、じゃあ今から投票スタートします。あ、待って、まだ。おいしょ、おいしょ。投票スタート！ダンダンダン、チクタク、ダン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 。こんな感じ。あ、総選挙が開催されてた。今から急いで紹介します。あ、大丈夫です。え、今から投票します。あ、A 型なんです。はい、なんか、うん、なんか、多分、ショール前、B 型って書いてあるんですけど、A 型っていうのは、まあ、今回の企画はですね、お猿総選挙というものなんですが、リピートで説明しておきます。と、お猿総選挙は、サラの大好きなぬいぐるみがあって、その中の、厳選された4匹。4匹の中、あ、4匹を選んでエントリーをしています。はい。
そしてショールームの機能の投票、今やってる投票機能を使って皆さんに投票してもらって1位を決めるというやつです。そしてエントリー票はですね、エントリーするお猿さんはまず、はい、エントリーナンバー1番のキーちゃんです。キーちゃんはですね、結構人気のお猿さんで、ウサギのね、可愛い被り物をかぶってるんですけど、ウサギになりたかったのにお猿に生まれてきちゃったというキーちゃんです。よろしくお願いします。続いてエントリーナンバー2、ドンタンです。ドンタンはですね、やんちゃボーイなんですよ。僕のこと好きかなということで、でですね、おでこにマークがあります。はい、よろしくお願いします。はい、続いてエントリーナンバー3、デコタンです。デコタンは大切な大切なお猿さんなんですけど、あのデコが広くてめちゃめちゃ広いんですけど、広い子がデコタンです。よろしく、大好きだよ、チュチュ。はい、続いてエントリーナンバー4番のお猿、間違えた、マサルくんです。間違えなよ。はい、ということでマサルくんです。かわいいマサルくんです。はい、とても大きいんですよ。ほら大きいんですけど、めちゃめちゃね、かわいいなっていう僕のポイントっていうところなんですけど、よろしくお願いします。僕はね、かわいいんです。うわー、ということで、この4つのお猿さん、どうやって見せればいいのか、エントリーナンバー1、2、3、4、ということで、皆さん投票はできましたか？はい、わかんない。はい、こんにちは。投票はもう終了しても大丈夫ですか？終わった、お、ということで、お、いい、了解しました。それでは5、4、3、2、1、終了。カンカンカンカーン。お、結果が出揃いました。どうですかね、1位になる。あ、もうこれ見えてる。はい、それでは1位の子を紹介、発表したいと思います。ドゥルル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 下がってしまったんですけど、後でお話を聞きします。はい、あ、続いて3位はドンタンです。お風呂入りたいということで、ありがとうございます。続いて、あのエントリーナンバー4番のマサルくん、マサルくん、あ、マサルくん、もうダフダもね、横になっちゃ、縦になっちゃってるんですけど、拗ねないで、拗ねないで。はい、後でスピーチお聞きします。はい、ということで、皆さん投票ありがとうございました。なのでですね、1位だったデコタンにはお顔をあげます。トーン、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 シャー。はーい、あ、待って、下がって、デコタンに王冠が、あ、ちょっと、あ、これ、あ、セロハンテープで、あ、あ、あ、です、あ、セロハン、セ、あ、あ、ちゃんとあの、かぶせてますんで。はい、まずじゃあ4位の方から聞こうと思うので、なんか面白い顔してる、かわいい。4位の方から、あの
スピーチを聞いていきたいと思います。4位のマサルくん、名札はちゃんとしてください。名札はちゃんと、名札はちゃんと。こんにちは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 。大丈夫、大丈夫。大丈夫。マサルくん、ちょっと、今一回。すみません。みんなで撫でてあげましょう。マサルくん、かわいいよ。ちょっとね。初めてのね、参戦だったのでね。そうね、マサルくん、初めての参戦だったからさ。ね。みんなもマサルくんのことね、よくわかる。これでね、よくわかったよね。ね。そう、確かに伸びしろがありますよね。そうそうそう、よしよし、よかった。はい、よかったよかった。来年は1位目、もう目指すよね。はい。マサルくんはね、こういうなんか状況になっているんですけど、絶対にまた、頑張りましょう。ありがとうございます。あ、次世代だって。ありがとうございます。あ、もう、まあ、名札ぐっちゃぐちゃになっちゃった。ありがとうございます。みんながかけてくれてるの。こんにちは、サルちゃん。こんにちは。ありがとう、こんにちは。ありがとうございます。落ち着いて、あとで保健室行こうね。 OK。 ということで、続いて3位だったドンタンにお話を聞いていきます。みんな僕に投票した。あ、ハートありがとう。ハートありがとうございます。はい、みんな僕に投票したの？したの？してないよ。でも僕はチャラ男だったので、あ、やんちゃだったんだ。間違えたね、設定。間違えたわ。あ、ドンタン、風呂入ったら1位にしてくれんだな。風呂入ったるわい。入ったるわい。春いたいだ。入ったるわい。そうだね、なんか、うん、なんか、落ち着いて。落ち着いて、落ち着いて。大丈夫、大丈夫。僕のお尻がボソボソだからって、投票してないんでしょ。こんにちは、こんにちは。チャラ男じゃない。間違えたんだ。そんなに僕の後ろ姿がボソボソだって言いたいのかい？風呂入るよ。早く入れてよ。入れましょう。ボサ、名前違うよ。ボサタンじゃないよ。チャラ男じゃない。やんちゃなんだ。次は絶対。1位を取ってやる、宣言できずに終わってしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。以上ですか？以上だよ、バカタレ。あ、ありがとうございます。はい、続いてね、2位の、金ちゃんにお話を聞いていきたいと思います。悔しい。私はね、前まで1位だったの。1位だったのに。1位だったのに。うさぎになれなかったっていう設定も作って、頑張ったのに。涙が出てこない。優勝候補だったよね。私、優勝候補だったよね。もう最近はウサギのコスチュームダメなの？最近の流行りは何なの？ねえ。ねえねえねえ。最近の流行りは何？サラちゃん、最近の流行りは何？落ち着いて落ち着いて。みんなキイちゃんのこと好きよね。好きよね。カメラがね、落ち着いて落ち着いて、落ち着いて。キーちゃんもお風呂に入れなさい。あ、わかりました。で、キーちゃんもお風呂に入れたいと思います。投票ありがとう。チュッ、ありがとうございます。以上、キーちゃんでした。そうですね、落ち着かない子だけど、ちょっとね、キーちゃんがすごい泣いてたんで、涙出てないけど泣いてたんで、拍手。
送ってあげましょう。はい、拍手拍手、ありがとうございます。続いて、今度こそね、いいスピーチが聞けるんじゃないかということで、ででん、デコタンです。まず皆さん、デコタンにね、大きな拍手を。あ、ちさも拍手して。はい、ありがとうございます。あ、ちょっと、あ、名札、ごめん、名札ごめん。皆さん、投票ありがとうございます。おでこのデコタンです。みんなやっぱり僕みたいな子が好きなんだね。チュッ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 。さあですね、おでこ広くてよかった。こんにちは、初見さんだ。こんにちは、デコタンってみんな言ってくれてる。ありがとう。新チャンピオンも今度はね、僕が新チャンピオンだ。鼻赤いけど大丈夫。これがチャームポイントなんです。チャームポイントポイント、デコタンです。よろしく、デコタンに一票。おお、イエ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 イ、みんなデコタンのこと好きだね。あー、嬉しい。デコタン時代到来。確かに、やっぱ僕の時代が来ると信じてたよ。信じてたんだ。かわいいですね。かわいいかわいい。思ってんの、ちゃんと。思ってんの。あ、落ちてて、向こう側に。はい。キーちゃんからの仕返しに注意？キー先輩って前からこのお家にいたんですけど、あんまり関わりがなくて、急に今日戦うことになったんで、すごい緊張、ドキドキって感じ。ドキドキって感じが。ドキドキって感じだったんですけど、すごい最初は優しかったんですけど、後で目合ったら無視されたんで、僕このまま1位頑張りまーす。キー先輩めっちゃ可愛いっすよね。でもめっちゃ怖いっす。株下げない、株下げない、株下げない、キーちゃんの株下げない。オッケーオッケー。これからもね、よろしく。でも、マサルパイセンはなんかすっごい落ち込んでたけど、僕におめでとうって言ってくれました。やっぱ、あ、マサル先輩じゃない、マサル後輩や。設定がね、あ、設定とか言わない。デコタン守ってあげる。デコタン、デコタンなんかドンタン入ってない？ドンタン入ってない。大丈夫ですか？大丈夫でーす。マヤルはいいやつなんです。何時までですって書いてあるんですけど、デコタ答えてあげてください。夜にまた45分間いるんですけど、今もう45分待ちでございます。夜は何時からやるの、チャラちゃん？夜は20時からやりたいと思いますっていうのを今宣伝いたしまして、やっぱオーバーオール着てるから。ありがとう、みんな投票ありがとうございます。うまうまうま、ありがとう、バイバーイ。ということで、お猿総選挙、久しぶりのお猿総選挙1位は、はい、デコタンでした。ということでですね、はい、デコタンは強かったですね。結構圧倒的な差でデコタンが1位になったんですけど、私、はい、この時間45分までなんですけど、はい、今日の選抜基準は、今日の選抜基準はですね、この新人さんもいまして、お、何パーセント差だっけ、何パーセントだったっけ、忘れたねー、ごめんごめん。はい、であとキーちゃんという人気者も入れまして、なんか新しい新星をね、いっぱい持ってきた選抜でしたね。あと、この子はお風呂に入りたいと思います。お風呂に、はい、
そう、あ、こういう感じでモテるわ。オッケー。接戦だったね。うん。次期センターマサル。まあまだ今はね、全然みんなマサルくんのことね覚えてなかったので、はい。ということで、あ、今日のお洋服は去年の生誕ティーです。はい。そして今日も夜からショールームをしたいと思うんですけど、8時から20時からどっちかな？20こっち？あ、22になってる。20。はい、今日も20時からね、はい、配信をしたいと思うんですけど、はい、お風呂に入ったドンタン強いぞ。だって僕お風呂に入ったら生まれ変わるからね、えみんな。で、また、はい、ありがとうございます。今日の夜はね、どんなお猿さんがいるか、あ、今日の夜もお猿総選挙をするんですけど、同じお猿さんはいません。なのでね、この中にいるどのお猿さんが来るのかわからないですが、4匹来ます。もうマサルくんとキーちゃんとドンタンとデコタンはもういないんですけど、次世代お猿がいっぱい来ます。何匹いるの？17、18匹ぐらい。もしかしたらたくさん皆さんのね、推しメンのお猿さんが、そしたら逆にね、新しい推しメンが見つかるかもしれないのでね、ぜひ。ということで、まだいっぱいあるんで、いっぱいしてください。質問でも何でも。結構時間が余ったので、ちょっと待ってね。今からこの、今これは iPod Touch でやってるんですけど、 iPod Touch でやってるんですけど、あれですね、今から自分の携帯で自分のルームのコメントを見たいと思います。はいはい、行きます。推し変しそう。自分の携帯で自分のルームのコメントを見たいと思います。自分の声が出てきたはい、タイムキープしっかりします。萌えゼリフなんて言えばいいんだ。おい、そう、なん Wi-Fi があるので、萌えゼリフグリアー、みんな大好きだよ。オッケー。これはね、自分の配信をまた見るっていうことになるんですけど、恥ずかい。いやは、そうです。iPod Touch でもね、Wi-Fi があるので、できます。めっちゃ恥ずかしかったです、今、自分の声が。コスプレ配信。コスプレね、私コスプレ全然持ってなくて、前ハロウィンにしたコスプレと、天使と、あと、制服の3つしかない。お猿の組山家に来た順番教えて。お猿、あ、一番、あ、全部は紹介できないんですけど、一番最初に来たのはこのもんちゃんっていうお猿さんです。実はこれお兄ちゃんの。はい、自分の声を聞いた感想お願いします。めっちゃ子供みたいな声だ。え、自分が聞いてる声となんかね違うよねっていう話です。お兄ちゃん大好きって萌えゼリフ。お兄ちゃん大好き。実の兄いるからちょっと恥ずかしい。みんなが好きですよ。みんなのお兄ちゃんが大好き。お姉ちゃんも大好き。お猿さんのご年齢は何歳？みんなみんな何歳なの？わかんない。それはもうご想像にお任せいたします。笑ってる。昨日はみはるさんと配信がかぶったの？確かに。はい、次はゴブタツさんとワニコさんとデコタンで総選挙してみたら。もうデコタン強いですよ。もう強い。パー
お皿総選挙は一人です。お皿は一人、あ、お皿やだやだ天使、天使もあります。メイド服、メイド服ね、見た、着たことない。欲しいね、着てみたい。もんちゃん、もんちゃん、はい、お兄ちゃんお猿さんに入りますか？どういうこと？お猿さん？お兄ちゃんはどういうこと？お兄ちゃんはお猿さんに入るか？どういうことや？お姉ちゃんでさ、お姉ちゃんもいました。昨日かりちゃん23時30分めっちゃ遅い。うん、まお皿は燃えずり、燃えは恥ずかしい。ちょっと、ちょっと恥ずかしいですね。ちょっと、ちょっとね。猫をかぶったら、サラちゃんとウサギをかぶったキイちゃん。ああ、確かに、猫ってあるのかな、コスプレみたいなの。あんま調べたことないから、わかんないな。今日のサラちゃんも天使、ありがとう。よいしょ。はーい。続いて、ちょっと待って、どっか行っちゃった。あ、待って、握手会で一緒に萌えゼリフ大会する。え、できるんですね。皆さんもできるんですか、萌えゼリフ。あはー、待って、あおちゃんにメイド、あおちゃんにメイド服微妙みたい。あおちゃんメイド服微妙なの？可愛いのに。一緒に着ようよ。落ちそうな、ごめんね。大好きだよ、みんな。でも、君たち、あ、めちゃめちゃよく座りました。早くコロナウイルス消えて、サラちゃんの初握手、楽しみにしてるよ。ありがとうございます。早くね、もう、さんの力で吹き飛ばしたいんですけど、吹き飛ばせないから。今日はガッツポーズの日。あ、そうなの？一生懸命ガッツポーズ。痛い、もう何、ごめんみんな、落ち着そうとしてるわけじゃないんだ。痛い。サラダキに見せたい。みんなできるの、萌えゼリフ。すごい、サラより優秀。ちょっと痛かったね、今ちょっと痛かった。いてー、ちょっとかゆい。お団子取れちゃった。もういい、二つ結び、片二つ結びということで。本当だ、取れたわ。チュニトリオでメイド配信、配信っていいね、いいね。早くサラに噛みたいよ、されたい。私は噛みたいよですよ。大丈夫、大丈夫です。萌えゼリフ練習しますね。みんな練習すんの？初見だよ、初見じゃない、知ってるぞ。中二中三と握手したから、サラちゃんの高一の間に握手した。ああ高一、まあ、私高一なんです、皆さん。なんで、もうちょっとこれ、ここだけ人、あったら、はい、私高一なんです。よろしくお願いします。いらっしゃいませご主人様って、練習しておいてね。頑張ります。今頭先で、で練習をします。皆さん、いらっしゃいませご主人様って本当に言うんですかね。あと5分ぐらい、6分ぐらい。あ、お帰りなさいませじゃなくて、おか、あ、いらっしゃいませ、お帰りなさいませ、 OK です。僕のタン押しです。本当か？後ろのイラスト、これはね、はい、これはセロハンテープでくっついてるのですぐ取れます。これです。誰が誰とかはないんですけど、まあ書きました。はい、 OK。 JK 小宮山さん、 JK です。 JK、 JK、かわいいイラスト、ありがとう。かわいい、ありがとう。まさるくんの存在感。これはよくわかったね。まさるくんを描いて、あとこの下の段はよくわかんない子たちを描きました。一番大きいのはまさるくんです。うまいね、だって、ありがとう。うまい、ありがとう。掛け算全部言える？僕言えない。絶対言えます、さら。僕の好きな最強ツインティー。イエーイ。配信ありがとうございます。あと5分ぐらいです。相変わらずお猿のイラストうまい。ありがとう。イエイイエイ。嬉しい。
成人式も身近で応援したいからアイドル頑張ってね、ずっと応援する、ありがとう、頑張ります。ひなたんとえたろうさんが夢しな公園、ひなたんさんとえたろうさんが夢しな公園、え、見に行こうかなとね。マスルくんはすぐわかった、めっちゃお母さんみたい。マサルくんね、こんなでっかく書いたのにね。僕は何持つからね。僕は何持つよ。七の段難しい。七一が七、七二十四、七三二十一、七七二十八、七五三十五、七六二十七、七七四十九、七八五十七、七九八、え？七九？七九八十二？あれ？九九八十一？七八七十六？何だっけ？待って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 、さけ太郎をいじる、あゆ太郎さんですね。待って待って、もう一回待って、七一が七でしょ？七二十四、ここまであった。七三二十一まで、七四二十四、七まで、七四二十八、七五三十五、七六四十二、ここはもう合ってる。七七四十九、サラ好きだから絶対合ってるでしょ。はい、七七四十九好きなんですよ。七八六十三、七八六十七、あれ？七八六十七ですか？七八五十七？六十三、あれ？四十二？あれ？七八六十三、え、失敗だ、失敗だ、失敗だ。なんだっけ？七八五十二？五十六か、七八五十六かな。七八、もう確かに五十六かもしれない。さっき間違ってた、七六。七八五十六？七九六十二？え、待って待って待って、60、63か、 OK、 七波56、七波60、え、待って待って、七波56、七区63、 OK です。7を足していきます。高校生です、頑張ります。あと2分ですね。ママに怒られますね、やばい。小学生からやり直し、それ小学校の時はちゃんと二の段はちゃんと言ってたんですよ。まあ、じゃあ二の段じゃない、幼稚園の時は二の段言ってたんですよ。五の段、はい、JK 頑張っていきます。七七だけ分かれば OK、 OK、 OK です。はい、頑張ります。七七すぎ好きなんです、サラ。七七四十九一個しかないじゃないですか、大好き。幼稚園で、そう、幼稚園サラめっちゃ秀才だった、天才だったから分かってたんです。あと1分ということで、ママに怒られる。ママはきっとで、筆算使えばね、なんとかなるんじゃないかな。え、ならないか、一桁だもんな。はい、頑張ります。ククでき勉強します。あ、じゃあ今度ククダメだ、ククはちょっとやばい。暗記頑張ります。小学校ククの歌あったの？なかったよ。21が2、2人が4、2、3が6みたいなやつしかなかった、なんかクク表みたいな。配信ありがとう、ありがとう。あとね、20秒です。はい、今日はね、ありがとうございました。なので、今日の夜は8時、20時から、お猿総選挙またやるので、ぜひ皆さん、いっぱい拡散してきてくださいね。あと、ぜひここのルームと755をフォローしてない方は、ぜひフォローしてください。あ、なっちゃった。バイバーイ。初見だけ楽しかった。ありがとう。またね、20時です。バイバーイ。